どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、静電気の抑え方をちょっとやってみました。まあ 100% 収まることはちょっと難しいんですけど、ちょっとこの方法やと、まあ1日通してまだちょっとマシになるよっていう方法をやってます。まあ朝起きて、まあ寝癖プラスもう静電気で髪の毛広がるとか、夕方ぐらいになってきてもう乾燥して広がるとか、結構そういう場面結構多いかなと思うんですけど、まあそのならないようなまあ対処方法をやっていきますので、朝これをやった方がいいよとか、静電気出てきたらこれをつけた方がいいよとか、そういうのをちょっと解説させていただいておりますので、まあこれからの時期結構使える方法になってますんで、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。ミルクタイプのトリートメントをつけていきます。パサつきだったりとか広がりがいつも気になるところにしっかりとつけていきます。水スプレーとかで軽く全体湿らしてください。赤外線やマイナスイオンが入っているドライヤーで乾かしていきます。髪の毛を溶かすときにオイルが染み込んでるウッドブラシっていうのがあるんですけど、それが一番ベストです。結構乾燥ひどいよっていう方はリレイのラップミストですね。これミストタイプの化粧水なんですけど、それを全体的にちょっと遠目からつけてもらって、柄のブラシで溶かしてあげます。時間が経ってパサつきが出てきたら次にバームをつけます。乾燥がひどいところにしっかりとつけていきますね。まあ、なるべく毛先の方を中心につけてから根元の方に向かって徐々に伸ばしていく感じで大丈夫かなと思います。もしバームがなければ最悪お使いのハンドクリームでも大丈夫です。まずまあ保湿をすることですね。まずまあ水分が足りてないっていうのがまず一番原因なんで、水飲むことも結構大事かなと思うんですけど、まあ髪の毛の水分ももちろん大事なので、まあクリーム、まあトリートメントのクリームですね、かまあミストタイプで、オイルとかでも全然いいんですけど、オイルだともしかしたらこうつけすぎてベタついちゃう可能性があるので、ちょっと気をつけてもらう、僕はクリームタイプの方が一番いいかなと思います。あとはまあブラシ、ウッド状のブラシで、まあ普通のプラスチックのやつよりもちょっと静電気抑えれるので、まあ強いて言ったら、まあオイルが入ってるウッドブラシっていうのも売ってるので、まあそれを使ってもいいかなと思います。であとドライヤーですね。イオンが入ってるドライヤー、あれ静電気抑えてくれるんで、まあ髪の毛に優しいドライヤーだとまあ結構大丈夫かなと思いますので、まあちょっと静電気の季節、今もちょっともうね12月で寒い季節になってるんですけど、まあこの方法をやっとくとちょっとはマシにはなるかなと思いますので、ぜひ皆さん試してみてください。この動画良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもまたお待ちしております。それではまた、さよなら。